い、クジラクジラ。なんだね。プリンスイマーの瀬戸大也いんじゃん。いるね。落ちたね、落ちたね。予選のこと？そうそうそう、邪魔ないよな。瀬戸さんのこと嫌いなの？嫌いじゃないよ。じゃあなんでそんなに喜んでいるの？優勝候補が予選敗退するのが好きなんだよ。予選敗退の原因は普段のセックスにあったのよ。どういうこと？クジラは今回瀬戸大也が予選落ちした原因をどう分析している？決勝を見据えて余力を残す作戦が失敗したのかなと思う。ではなぜ瀬戸大也は余力を残そうとしたんだろう？だから決勝まで体力を取っておくためだよ。違う、全然違う。本人がインタビューでそう言っていたけどね。瀬戸大也は不倫相手ともセックスをしないといけないだろ。うん。だから家庭でのセックスはいつも余力を残していたんだよ。ほう。それがオリンピックには出ちゃったんだよ。ちょっと無理があるよ、この考え。まさか本人も不倫の代償がオリンピックに出るとは思わなかっただろうな。